まあでも、まあ去年の、まあ、11月の現場だったけども、そうどうでだね。したか？俺はほら、ノざっロウイルくスにり。かかったからさ、それ言っていいんだ現ね。場の撮影絶対いい。途中でいいんじゃないの。逆にもう。通りの肺炎はもう大丈夫なんですか？僕の肺炎はもう、すっかり良くなりまして、ご心配おかけそのしまし話た。はしてもいいんですか？大丈夫です。ええ、OK ですね。OK な、OK なんですか？いや、本当にね、びっくりして。超心配したよ。いや、もうなんか、あ、やべ、良平さんの仲間入りだと思って。俺のノロウイルスのね、ノロウイルスの。現場一日飛ばしちゃったからね、俺のせいで。いや、でもね、でもなんだろう。本当に、まあ、病室で、入院って初めてしたんで、あ、そうなんだ。退屈でしょうがなかった、後半は。でもなんか、綾野剛が、もう差しなん入れしか、てくれたんでしょ？僕が入院してから2日目、3日目ぐらいかな。まだそんなに症状が軽くない状態の時にバーンと来て、で、来漫た。画と、そしてなんかこう、ゲームをちょっとこう持ってきて、なんかものすごい量なんですよ。漫画何冊ぐらいあったの？いや、種類で言うと、5、6種類ぐらいあったかな。6種類。全巻ですか、全それ。全巻。ではもうちょっとしたなんていうの、床屋さんのさ、待合室みたいな感じ。なるよね、そんなに椅子並んだらさ。そんな感じになってさ、うわ、すごいなと思いながらも、でもなんかちょっと、自分はまだ、症状が あんまりまだ回復してない。かんばしくない。かんばしくない状態だったけど、でもその時、コウ君は、なんか大丈夫かみたいな感じで来て、で、椅子に座って、漫画読んでた。お前が読むのかよ。その姿がもうね、お最前高が読だっみたかった。でもね、ちょっとね、巻数が抜けたりしてるんだよね。うわ、それダメ2じゃん。巻だけないとか。めっちゃ気持ち悪いやん、それ。そこがね、もうなんかちょっと、やるなぁ欲しいと思っね。て、やるなぁと思って。もうブね、ースの外でガッツポーズしてますけど、なぜかあの方グッジョブじゃないですよ。ね、いや、でもそんなね、なんかガッチャマンのよかっ絆た。をすごく感じた瞬間でもあり、もう、良平さんがノロウイルスかかっての時、綾野さんとかももう飛ばせないのかって言って、撮やっぱ影自体5もね、人でやりたいって言ってましたね。超感動的な話だよね。もう言ったもんな。いやー、無理だと。ちょっとさすがに、竜なしで、その5人勢ぞろいして、そうなんですかいね。る体でやるっていうのはちょっとできないぞと。嬉しいよ。